5月の聖母聖月の最後の最後の日でマリア様に対して良いマリア様の聖なる月を贈られたことと存じます。良い、マリア様のまるます良い信心を出演することができることがとうとう存じます。今日は、聖ルイ・マリア・グリニョン・モンド・モンフォールの聖母に対する誠の信心のその効果について最後の2つを簡単に申し上げたいと思います。詳しくはこの本をぜひお読みください。今入手するのが非常に、なんか難しくなっておりますけども、古本屋でも1冊1万円とかでものすごいすると聞きました。でもこの、このミサの会場には、500円で、手に入れるようにこれができるように皆さんのために入手ができるように配慮されていますので、ぜひぜひお読みください。素晴らしいものです。バルバロ神父様が訳された素晴らしいものです。これによるとこの聖母マリア・グリニョン・フォールによると第5番目の効果はちょうど、キリスト教信者の究極の目的は私たちの霊魂にイエス様を生み出すことである。どれほどイエス様に似通った姿を私たちの霊魂が私たちが生み出すか否かにキリスト教聖書にかかっているところで、私たちがそのイエス様のイメージをお姿を生み出すためには2つの方法がある。1つは私たちが素晴らしい彫刻家のようにまずモデルをよく知って、イエス様がどのような方かをよく知りながら、その知っている内容を忠実にのみでコンコンと美しく像を作り上げる。これは技術と知識とそして才能と根気のいる非常に難しい仕事ですけど、やればできる。しかし一つでもあっと間違ったことをしてしまえば、あるいはイエス様のことをよく知らなかったりすると、一生懸命やってもそれは失敗作に終わる、打作に終わる。ところでもう一つの二つ目の簡単な方法があるとグリーンのボーファー言います。それはマリア様を通すことだ。なぜかというとマリア様はイエス様のことをよく知っている方で、しかもイエス様を私たちが生み出すことができるような味方だ。だから私たちの霊魂をトロトロと溶かして自分のをマリア様に全く委ねて、マリア様がお好きなように私を使ってください、私の形づけてくださいと委託すれば委託するほどトロトロと溶けてしまって、そしてピタリと鋳型にぴったりくっついてパッとできた時には、あ、ユダ様の全く生き写しとなってしまう。なぜかというとマリア様は鋳型だから、痛くも痒くもなく完璧な姿ができる、コピーができる。それがセグリニョン・フォールの言ってる第6の効果です。第7の効果はいろいろあるんですけども、一つのことに簡単に言えば、天使様は謙遜な霊魂を非常に愛しておられて、謙遜な霊魂を高めることが好きだ。マリア様は例えば聖エリザベトに、挨拶を受けた時に、あなたは天使の御言葉を信じて、あなたはなんと幸せな方、ああとエリザベトから褒めの言葉をいただくと、マリア様はいやそんなこともとは言わずに、いきなり私の霊魂は主を崇め、私の、精神は救い主に賛美し立てます。マリア様を褒めれば褒めるほどマリア様は主をと言うのです。ですから私たちがマリア様に委託すれば委託するほど、任せれば任せるほどマリア様はその私たちの霊魂を天主に近づけてくれるというのです。ちょうどエレベーターで、ですから私たちはマリア様にマリア様の誠の信心をすることによって、兄弟の皆さん、私もイエス様の姿、マリア様の功徳によってイエス様の
聖徳が私たちの身にますますいただきますようにお祈りいたしましょう。どうぞ、6月は、イエス様の御心の聖なる月です。ですから今度はマリア様を通してイエス様へと行きましょう。父と子と聖霊との恵みによって、アーメン。